どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は7月の19日です。今回のまだこのトマトの動画に関しましてなんですけども、今日はね、仕立て方についてねお伝えしていきます。まあ私はこの、トマトに関しましては苗1本から1本っていうことを、まあ基本大前提として、行っております。まあ一番それがね無難でございますし、栽培の管理がしやすい、形でございます。まあいろんな仕立て方がありますんで、今日はねまあ一本仕立てでも今年ちょっとね面白いことをやってる部分もありますんで、そのあたりもねお伝えしていきながら、まあ二本仕立てでもちろんやってるところも私の補助でもありますんで、そのあたりもお伝えしていきながら皆様方の方にねお伝えしていきたいなというふうに思います。それではね本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっていってみましょう。このトマトはですね、一番最初に植えたトマトです。6月の第1日に植えたトマトでございまして、品種が試験品種なんで、ちょっとね、まだ名前ないんで何とも言えない部分かなというふうに思います。ステージが1段目、2段目、3段目、4段目、5段目ついてきてるところもありますね、今ね。うん、もうちょっとで、収穫、あと10日ほどかなというふうに思います。まあまあ、いい感じで、できてきてるなというふうに思います。この品種は非常にこう、花がたくさんつく。うん、まあ、ミニの系統がちょっと入ってる感じになるのかな、そんな形で、できておりますね。はい。で、今日は仕立て方についてという感じでお伝えしていきます。はい。まずね、私は一本仕立てということでお伝えしてきましたけれども、まあ苗一つからまあこうやってずっと這わせて作ってきているよというようなね、そんな栽培方法でございます。まあ一番無難ですよね。で、まあ、脇芽、こうやって出てきてるんで、脇芽を取りつつ、ね、大きくしていってるよというような、そんな栽培方法でございます。で、今、5段目がね、ついてきているよというような状況で、ここはね、ちょっとね、私のやり方なんですけども、まあ、他の方もね、まあ、やられてる方はやられてるんだと思うんですけども、基本3段目くらいまでは、なるべくであれば、小指くらいのサイズで、脇芽というのは取っていきたいなというふうに思っております。まあ、これでもちょっと伸びすぎですよね。脇芽はね、うん、で長くても20センチくらいで3段目までは取っていくのが、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、木に一番ストレスがかからず伸びてくる、そういった仕立て方が一番無難かなというふうに思います。なんでこれくらいの大きさで積んでいくね、これがやっぱり一番無難かなというふうに思います。ただ、この3段目過ぎて、4段、5段という形で、この玉がね、肥大してくるにつれて、やっぱりね、いろいろこう、玉にも栄養を、送んなきゃいけない。それから木の方も大きくしていかなきゃならないという形で、いろいろこう、栄養素の取り合いが起きてくるよというような形で、いろいろこう、なんて言ったらいいんでしょうね、欠乏症状とかも出やすくなってくるんですよね。うん。前の動画でもお伝えしたんですけども、その一つの代表例としまして、やはりね、この狩りですよね、狩り欠乏でこの葉先が枯れてきたりとかもちろんしますし、それからこの成長点付近で言えばこの芯が止まって、連続して花がついてしまって芯が止まってしまうよというようなことが起きてきます。なので5段目くらいがやっぱり一番出やすいので、この脇芽というのはちょっとね残し気味で、作業をしていくというのがね大事なんですよ。まあこれくらいで私残してるんですけども、これくらいの例えば今これのね、果実ね、花芽ができて果実ができてくるくらいで、今脇芽これくらい残しております。で次この成長点付近ができてきてね、ここで花芽ができて次の成長点ね、つぼみができてきてるなというふうに思うんですけども、まあこうやって成長点が見えてできてきてるんであれば、これを取ってあげるね、っていうのが私のこの今の仕立て方ですよね。生育の管理の仕方というふうにやっております。なので結構ね、この時点で言えばちょっと長めに残してあげるというのがね、私の中ではちょっと大事にしておりますね。で、まあ上が見えてきてますのであれば、これを撮ってしまうよという形。まあ、この撮影した後撮ります。うん。で、次も同じような形。で、花芽ができて、こう成長点ができてて、で、これも伸びてて、同じような形で、伸ばしていくよというような、そんな仕立て方で私はね、一本仕立てというのをやっております。で、今年はですね、一本仕立ての中でも、これをね、丸々とポキッとね、こっから折るんじゃなくて、こんな形です。はい。葉っぱを一つ残してあげて、ここのね、脇芽のこの成長点を止めてあげるっていうのをね、今年やっております。うん。
まあ、葉っぱを一つ残すことによって、ここの、まあ、光合成ができますよね。で、この光合成したやつが、やっぱりここのね、まあ、糖分であったり、炭水化物ですよね。このあたりができてて、このね、果実の方に栄養素がいくような、そんな風にできればいいなと思って、今年ね、できるとかやってますし、取っちゃってるとか取っちゃってますよね。うん。まあ、これをね、本当にね、全部同じように管理するとちょっと大変なんで、できるとこだけ私やっているよ、というような感じですね。これはこの後ね、ここ切って、ちょっとね、葉っぱ、ここだけ残していくというような形です。まあ一応残しっていうようなやり方ですよね。うん。まあ別にそんなに難しい話でもないんですけども、要は脇芽ですよね。新芽が出るということは、この根っこがね、やっぱり出るという形なんです。新しい根っこが出る。うん。芽が出ると根っこが出る。まあそれはそうですよね。当然ですよね。なので、まあ根っこが出ると、栄養素を吸う口が広がるっていう形ですよね。よって、より強い、木もできてきますし、より、口が大きくなってるんで、根っこの本数が多くなってるんで、栄養素も吸いやすい状況でございます。かつ、ここで、葉っぱをね、この一葉だけ、うん、この成長点だけ止めて、ここだけ残して、ここでね、光合成させてあげると、ここにやっぱり栄養素が溜まって、ここの栄養素もこっちに行く、うん、果実の方に行くというような、そんなね、まあ、ことを狙ってやってるんですけども、まあ、美味しい果実が取れたりとか、まあ、木の方が、生育が旺盛になったりとか、まあ、そんな形でね、まあ、非常にこう、理にかなった、やり方なんじゃないかなというふうに思います。何かで見たんだよな、私もね。うん、ちょっと、何で見たかをちょっと覚えてないんですけども、うん。で、私以前にやったので、まあ、この仕立て方、まあ、一本仕立てもそうなんですけども、前にやったのは連続摘心栽培っていうのもね、私やったことはあります。これもまた手間かかるんですよ。これもずっとね、このやってたら手間かかってしゃあないんで、基本的にはね、こういうのはやらないようにして、取っていくんですけれども、うん。まあ、トマトだけ専門でやられてる農家さんであれば、このイチョウ残しで全部やるのは結構手かなというふうに思いますけども、ちょっとやっぱり手回ってこなくなってきますと、ジャングルっぽくなってしまいますんで、私ね、なるべく取るようにはしてるんですけどもね、はい。できるとこだけこんな形で今やってるというような、まあ今、そういう形でやっております。うん。で、まあ、連続摘心栽培の話なんですけれども、連続摘心はですね、1段目、2段目できましたというふうにできてきたときに、この2段目のすぐ下の脇芽、これを今度伸ばしていく、形なんですよね。要は、ここまでのできてた根っこ、でか上の部分をここで止めてしまうというような、まあ、仕立て方で、で、次はこの脇芽を伸ばしていくというような形ですね。で、またその脇芽を伸ばしていって、1段、2段とついたら、そこの芯も止めて、次のね、2段目についた、脇芽から伸ばしていって、つけていくよというような摘心栽培なんですけども、これのメリットはやっぱりね、先ほども言いましたけども、根っこですよね。うん、新しい根っこがやっぱり次々と出てきて、次々に更新される形になります。なので、木はね、すごく太くなります。めっちゃ太くなります。で、果実の方もやっぱり栄養素を吸う口、なんていうんですかね、根っこが増えてて、口が増えてて、栄養素が吸えるんで、めちゃくちゃでっかいね、果実ができます。ただ管理がすごく大変というね、そんな形でございますんで、まあできる人はね、そういったものもやっていただくと、試しにね、やっていただくと、連続摘心とかも面白いんじゃないかなというふうに思いますけども、まあできるんであれば、こんな形でね、うん。そうですね、この中段ですよね、4段、5段、6段で、こんな形でね、残していってあげれるんであれば、まあ、ここで新しいその根っこが増えて、新しい葉っぱができて、一番ストレスかかるところで、光合成が増えたり、根っこが増えたりとかすると、いい果実できてくるんじゃないかなというふうにはね、私は思ってね、仕立て方、これもやっているよというようなね、これ、まあ、派生ですよね、一本仕立てのね、うん。基本は、まあ、オーソドックスなのはやっぱり人差し指、まあ、ないし小指くらいのサイズで、脇芽の方は取っていただくっていうのが大事かなというふうに思いますね。はい。まあ、その派生というような形ですね。まあ、あとちょっと私、日本仕立てもやってるんで、ちょっとそちらの方もね、見ていってみましょう。ここはね、なんでこうしてるかって、こっちがね、2本仕立て、こっち1本仕立てで、ちょっとやっぱ数の調整でね、いろいろやってます。うん。で、1本仕立ての時はですね、基本株間ですよね。株と株の間、これは40センチで私やっております。まあ、ここ45センチでやったかな。ちょっと株足りなかったんですよ、最後。うん。株が足りなくて、ちょっと45センチに広げてやったりとか、あと2本仕立てでやったりとかして、ちょっと調整した、このね、ハウスという風になります。うん。
で、見ていきたいのが、この、2本仕立てですね。はい。まあ今できてきてるんで、まだちっちゃいですけどね。はい。このあたりで見ればわかるかな。あの、1本でできてきてて、んで、1段目、果実がついてますね。で、その、すぐ下の脇芽、これを伸ばしています。そうすると、こっちが種子でできてきてて、次こっちができてきててというような感じで、これがまあ2本仕立てですね。はい。あの、特に何も難しくもない、オーソドックスな2本仕立てです。この果実のすぐ下のね、脇芽というのがね、伸びやすい。うん。あの、非常にこう、旺盛に伸びますんでね。はい。まあ、一番オーソドックスかなというふうに思います。ただまあ、やっぱり先ほども、まあ一応残しであったり連続摘心でお話しした通りなんですけども、やっぱ芽がね、増えれば増えるほど、新しい根っこというのができてくるんで、非常にこう、肥料も吸いますよね。肥料を食います。うん。ですし、旺盛になります、生育が。なので、しっかりと追肥であったりだとか、はい。それから、まあ、管理であったりだとか、こういうのもね、しっかりとしていかないとなかなかいい果実ができてこないよと。うん。まあ、栽培がやっぱりちょっとね、まあ、面倒かなっていうのもやっぱあるんですよね。うん。なので、まあ、基本はやっぱり一本仕立てが仕立て方としては一番無難なんじゃないかなというふうには思いますけども、まあ、私今回ね、これはちょっと、数調整でこんな形でやっておりますけどもね、うん、芽が出れば出るほど、ここもそうですけどもね、ここちょっと一段目ちょっと着火してないですね。本当はちゃんと着火させたいところです。はい、こんな形でね、芽が出れば出るほど下の根っこは出てきますんで、木の方はすごくね、旺盛に育ちますよというような感じです。ただここもね、元木としてはそんなに入れてないのでね、化成肥料のみでございますんで、暴れることがないと。うん、本当に暴れないね。はい。まあ、これが2本仕立て、形です。基本その、まあ、ちょっとややこやしくなるんで、私はあんまり、やらないなというような、風にしておりますけどもね。まあ、まあ、一本でね、二本を取れるっていうのであれば、すごくね、まあ、効率もいいかなというふうに思います。やれる方はね、そういうのまたチャンスあればやってみていただきたいなというふうに思っております。まあ、皆様方もトマトやられてる方であれば、まあ、一本仕立てか二本仕立て、まあ、これでやられてる方がやっぱ多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、基本はやっぱりね、一本仕立てが一番その、まあ、管理がしやすいというか、まあ、間違いないかなというふうにはね、思います。まあ、いろいろやってしまいますと、やっぱ手間かかっちゃうんでね、うん、全部管理できればいいんですけども、逆にそれがあだになっちゃう部分もね、出てくるんで、うん、まあ、しっかりできる人はね、いいかなというふうに思います。まあ、今回はね、初心者向けという形で、基本やってきましたけども、基本はやっぱりね、脇芽というのは、まあ、小指人差し指くらいで取っていただいて管理していただくのが、まあ、一番わかりやすいんじゃないかと思います。まあ、あとはその放素欠乏ですね。要素欠乏することによって芯が止まってしまうときの対策として、若干そのちょっとね、長めでもいいんで、4段目から5段目、6段目と、うん、果実が取れてくるまでの間というのは、そんな形で栄養素が拮抗しやすく、要素欠乏が起こしやすい、そんな時期でございますんで、ちょっと脇芽の方はね、残し気味でやられてもいいんじゃないかなというふうに思います。それからまあ一応残しにつきましては、まあ基本狙いとしましては光合成を旺盛にしてあげる。まあ葉っぱを一つ残してあげることによってね。うん。ですし、脇芽の方を残すことによって根の方も増えますので、はい、まあ、要素を、吸い上げる、口を増やしてあげる、根っこを増やしてあげるっていう意味で、私はね、できるところはそうやってやっております。全部やれたらちょっと無理かな。管理ができないっていう形でね。うん。まあ、そんな形で、いろいろこう仕立て方もありますよという形です。まあ、初めてね、トマトやられた初心者の方、ね、これから、トマトを栽培されるという方であれば、まあ、一つの参考に、されてみてはいかがでしょうか。まあ、基本はやっぱり一本仕立てがいいんじゃないかなというふうにはね、思っております。はい、ということで今回の動画は以上でございます。皆様方いつも本当にご視聴、コメント、高評価、低評価ありがとうございます。本当に励みになっております。これから私、Twitter、Instagram も行っております。まあそちらの方はね、たまに更新しております。最近ちょっと忙しくそちらの方はね、まあ Twitter はちょこちょこね、つぶやいてるかな。Instagram はやっぱりね、なかなかちょっとね、画像写真撮るっていうのがね、なかなかちょっと難しくてやってないんですけど、まあ本当はもっとちゃんとやれって感じなんですけどね。うん、まあ説明欄の方にリンク先貼っておりますので、よろしければそちらの方もぜひね、ご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆様方いつも本当にご視聴、コメントありがとうございます。それではまた次の動画でしたっけね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。